中年オタッキーです、今後ろでヒュン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 言ってますけどね、以前使ってたビスタノートに Windows 10の 32bit バージョンをインストール中です、メインのパソコンが壊れましてフィルムスキャンができなくなってるんで、とりあえずのパソコンを作ろうと思ってね。でスペックが低いマシンなんで 32bit バージョンが適当かなと思いまして、なんですけども、今日の開封動画ね、実はパソコンのパーツをね送っていただきました。本当にありがとうございます。そんなわけでね、送っていただいた方に、敬意を表しながら今日の動画を作っていこうと思います。それでは、動画スタート。それでは開封していきましょうか。よいしょ。パソコンのね部品送っていただくというか、いただいたんですけど、果たして組めるかな。もうね14年ぐらいやってないんですよね。以前はねその組んだパソコンを売ってたんですよ、インターネットとかでね。で自作機は100台以上組んでるんですけど、いかんせん14年も経ってますからね。もう忘れてるぞって話ですけどね。よいしょ。開かないぞ。字が見えない。すごいね、めちゃめちゃ丁寧に梱包していただいてます。これは何だ。SSD じゃん。こんなのもらっていいの。こんなのもらっていいんですか。 HDD でよかったのに。これは何だ。これ APS フィルムだ。うわ、おまけ入れてくれてる。これ APS フィルムのことか。なるほど、ちょっと嬉しいぞ。今 APS フィルムって高くないですか。カメラ出てきたんですけど。カメラ出てきました。なんか壊れたカメラを入れるとか言ってもいい。いや、これはちょっとやばい。オリンパス OM2 が入ってました。これめちゃくちゃ欲しかったんですけどね。OM2 に対応してる、フラッシュ持ってますんでね。壊れてるっていう、壊れたカメラを送るっていうことだったんですけど、僕に直せるだろうか OM2 を。おもう一台入ってる。もう一台入ってる。これは何だ、これは何だ。いやもうダメっしょこれ。 OM1 入ってるっすよ。ああ空振りしてますね。うん、空振りしてる。治るんじゃないかな。 OM1 ってメカニカルカメラですよね。僕の腕で直せればですけどね。なんかすごい脱線していってますけど、カメラが2台入ってて、ちょっと嬉しいですね。メモリ入ってます。メモリがね、これ何枚、DDR3 の4ギガですね。4ギガ3枚入ってます。もうこれで十分動きますね多分。これは CPU か、 A8-7600 が入ってます。ちゃんと動けばね、今までね、フェノムクワッドの9500を使ってたんでね。 OS のね正規編が入ってるよ。こうもう本当に申し訳ない。これなんだ、ハードディスクだな。新品じゃないですか、ハードディスク。
2TB のハードディスクが入ってました。こんなのもらっていいんですか。いや、SSD で、セカンダリパーテーションが 2TB のハードディスクというかなり豪華なパソコンになってしまいますよ。マザーボードも新品みたいですね。わお。Asus ね。Asus って読むんだね、これ多分。僕はね、古い世代の人間で、自作パソコンの人間は、昔みんな Asus って言ってたんですけどね。Asus か Asus か、なんかよくわからないんですけど。はい、オンボードグラフィックも搭載してますけど、メモリを食われるんで、グラフィックボードは流用できるんでね、グラフィックボード使おうかな。うん、新品の匂いがプンプンします。組めるかな。こんだけ大きいということは CPU クーラー入ってるな。入ってる入ってる。気になってるのが CPU グリスだ。あ、グリスついてるね。新品だからね、これね、CPU クーラーの方にね、グリスがついてるやつですね。うん、ちょっと CPU だけでも今乗っけてみよう。いきなり足曲げるとかないぞ。よっしゃ。んで、4本線になったんだな。完全に浦島太郎だな。から4本線になったんですか、 CPU ファンの配線は。14年という歳月が、よいしょ。変わってないですね。うん、よっと。はい、マザーボードにね、 CPU が乗っかりました。で、これはデュアルチャンネルなのかな。デュアルチャンネルってもう今ないのかな。まあ、とりあえずメモリは3枚なので3枚挿していきます。AHNBGB だからやっぱりデュアルチャンネルだな。おりゃ。これね、すぐに作業してますけどね。よいしょ。空気が乾燥してるシーズンだったらね、帯電をね、水道管とかを握ってね、静電気を逃がした方がいいですね。今の時期は安心ですけども。はい、メモリが刺さりました。まあ、こっから先の作業はね、動画を撮りながらっていうのはちょっとしんどいかもしれないんで、ここから先の作業はちょっと割愛しますけど、感謝しながらね、使わせていただこうと思います。その前にちゃんと動くようにできるかなって感じですね。あまりにも久しぶりなんで、おまけがね、もう素晴らしすぎてね、ちょっとこれ頑張って修理していこうと思います。 OM1 と OM2 欲しかったんですけどね、ずっと負け続けてたんですよね。うん、なんとか直してね、頑張って直してみようと思います。いや、本当にありがとうございました。大切に使わせていただきます。トラックに戻ってきました。お盆ですけどね、頑張って走らなきゃいけないんですけどね。で、パソコンをね、一応組んでね、動いたんですよ。で、まあ、OS もインストールしたんですけど、Windows の、10の 32bit バージョンのノートと、64bit バージョンの、デスクトップを連続して、まあ、立ち上げたもんで、Windows アップデートの、
とスピードが足んなくなったんですね。うちあの自宅もねポケット Wi-Fi でして、WiMAX なんですけどね、 WiMAX は10ギガ以上3日間で10ギガ以上になると1メガにね速度制限されてしまうんですよ。で1メガのスピードでね Windows アップデートなんかもう何日かかるか分かんないって話なんで、とりあえずそのノートパソコンだけは動くようになって、デスクトップはね Windows アップデートの途中で止まってます。このまま使うわけにはちょっといかない。そのパソコンに取り込んだ写真をギガファイル便でスマートフォンに送ってスマートフォンで編集してるんですよ。で、まあ、ネットにどうしてもつなげなきゃいけないんで、まあ、ちょっと来週になってしまうかな、デスクトップは。無事ね、動くようになりました。本当にね、ズボラさんありがとうございます。でね、おまけについてきたカメラなんですけどね、とりあえずね、こちら、もうレンズついちゃってますけど、OM1 ですね。OM1 はね、巻き上げがね、空振りしてたんですけど、無事ね、直りました。これね、ちょっとね、ドラスティックなやり方で直しました。実はね、この、これ化粧カバーですか、これを外さないと、軍艦部が外せないんですね。でどうしても外れないんですよ。もうラバーのね、ゴム当てで回すんですけど、回んないんですね。どうしても回んない、どうしようかなと思って、故障の原因は明らかだったんですよ。これね、ラチェット式なんですね。ラチェットレンチあるかな、よいしょ。要はもうこのラチェットレンチと一緒なんですね。この巻く方向だと滑らなくて、巻かない方向だとこの滑るんですね。これがラチェットレンチですけど、まあ、それと同じ構造で、フィルムを巻くときはちゃんと固まって、でこっち回すときはね、引っかからないっていうね、ラチェット構造になってるんですよ。で OM1 はね、このラチェット構造が、粘ったりね、ゴミが詰まったりして、そのラチェットの爪が出なくなって、空振りする、空回りするっていうね現象が起きるらしいんですよ。で油を刺したりね、クリーナーでねその掃除したりすると治るっていうんですけど、軍艦部が開かないとどうしようもないじゃないですか。で何をしたかっていうと、これ裏蓋を開けてね、このわずかの隙間から、オイルスプレーを、噴射しました。ほんのシュッシュッと、本当にほんのシュッシュッとやって、で何度も何度もね、切る動作をしてたらね、引っかかりが戻って、治りましたね。このやり方はね、本来やっちゃいけないんでしょうけども、緩まないからどうしようもないですね。本当はね、もう開けたいんです。ちょっとね、ファインダーもね、ほんのちょっと腐食してるんで、ファインダーの腐食もね、なんとかしたいんでね、開けたいんですけど、どうしようもないんでね、これはこのまま使おうと思います。で、電源が入らない問題もあったんですけど、それはね、裏蓋を開けて、電源線を引っ張り直して、接触させてみたんですけど、どうもスイッチが入らないですね。これはちょっと基板が死んでるかもしれないですけど、OM1 はフルメカカメラなんで、このままね、体感露出で撮っていこうと思います。本当にありがとうございます。OM1 欲しかったんで。で、OM2 の方はまだ手をつけていませんが、どうやらマニュアルでは使えそうですね。うん、マニュアルでは全然使えるんですよ。これ電子シャッターなんで、通電してないとシャッター切れないはずなんですけど、なぜかオートになると、もうミラーワークしちゃうんですね。で、まあ、これは多分ね、僕の腕では直せないと思います。まあ、ちょっといろいろ調べてみるんですけどね。直せればいいんですけどね、接点とかのね、電気接点の問題で OM2 はトラブルがよく出るらしいんですけども、多分僕の腕では直せないと思います。まあ、チャレンジしてみようとも思ってますけど、せっかくの OM2 なんでね。はい、もう本当にね、今回いろいろといただいてね、ありがとうございます。大事に使わせていただきます。はい、じゃあここからはね、視聴者様の作品のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、トップバッターは一都市九さんですね。2枚、1枚目がね奥の細道、2枚目がね名所ということで、どちらもカメラはオリンパス OM30 随行 50mm f1.4 ケントメアパン400で撮っているところです。
1枚目なんですけど、これ以前も指摘しましたけど、背景がね、ごちゃごちゃとしているんで、ちょっと被写体が沈んでしまってるんですよね。これでも撮るにはちょっと難しいんで、僕だったら近くに寄って上を見上げて撮るかな。で、2枚目なんですけど、これ、まあ露出合ってるのかな、その、向こうの方がちょっとね、明るく見えてしまってるんですけど、共にね、これ粒子がすごく出てるんで、もしかしたら加減像なのか、それともね、現像液の温度が高すぎるのかと思いますが、ちょっと粒子がすごく出てますね。そこがちょっと気になったところです。はい、一途修さん、ありがとうございます。2枚目結構いいと思います。で、北野隆さん、次は北野隆さんですね。タイトルがね、1枚目が遊びの後、2枚目がちょっと休ませてということで、どちらもリコーオートハーフ F、 フィルムがね、コダックウルトラ400ということで、外中スナップの中心に試写しました富岡光学製レンズ、良い写りです、ね、本当にそう思いますね。これハーフなんですよね。ハーフでね、しかも400のフィルムでこの解像度、とてつもないと思いますね。で、2枚目はね、ちょっと面白い写真、1枚目もそうですけどね、ちょっとね、広がりがある、1枚目は一応広がりがある写真、2枚目の方はね、ちょっと休ませて、ちょっとユニークなタイトルになってますね。はい、北野中さん、ありがとうございます。次はね、ミッシェルさんの作品で2枚、1枚目が霧がない竹大寺、コニカ EE マチックデラックス富士業務用100、2枚目がね、夏は枝豆オリンパス3号 EC エレコン、オリンパス3号 EC エレコン富士業務用100ということで、1枚目なんですけどね、これ家の脇の空き地にね、伸びる竹を時々伐採してますということですけど、もうと切っても切ってもね、切りがないんで、もう投げやりに捨ててあるみたいな感じがね、面白いですね。2枚目なんですけど、夏は枝豆ということなんですけどね、枝豆以外のものが結構目立っちゃってるんで、もっとね、角度下に向けて畑ばっかり写した方が良かったのかもしれません。はい、ミッシェルさん、ありがとうございます。次はドリームロコモーティブさんで3枚、3枚組写真ですね。タイトルが放流中、組写真なので3枚ということで、撮影後モノクロ仕上げにしていますということで、老現像したのかな。カメラはね、ソニー α7、レンズ、コンタックスカールツアイス、バリオゾナ T2870、F3.5 から 4.5mmJ ですけど、この3枚の写真なんですけどね、もうね、見事というかね、音が聞こえてくるような組写真ですね。これ素晴らしいと思います。まあ、α7 ということでね、もう解像度もまあ抜群ですし、レンズもね、バリオゾナー T ということでね、もう素晴らしい組み合わせでいい写真になってますね。ドリームロコモティブさん、ありがとうございます。次がね、フリーマンさんの作品、2枚、1枚目がね、ニコマート EL とニコール 28mmF3.5、タイトルが D-Day ということでね、2枚目がね、同じこう、組み合わせでタイトルカナタへということですね。1枚目なんですけどね、これね、もう曇りの日ですよね。おそらくこれ曇りの日なんじゃないかな。被写体頼みのね、その環境というか状況では見事ですね。これ地面にね、走ってるキャタピラをね、被写体にしてね、また地表スレスレのね、地平線がちゃんと映ってるのがね、なかなかいい写真になってます。2枚目の方はね、僕だったらもうちょっと高さを稼ぐかな、無理だったのかもしれないですけどね、脚立とかがありゃもうちょっと高さを稼ぐか、もうちょっとガードレール近くに寄って上から見るかの方が僕は好きかもしれないですね。はい、フリーマンさん、ありがとうございます。今日のね、なんですか、作品投稿のコーナーはここまで、次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今日は侍ジャパンさんのね、非常にレアなカメラが来ましたよ。ヤフオクで買ったイコンタ 6×9、目測式、距離表示がフィートのみと買ってから気づく、どう活用するか市販地図ね、フィート表示ね、非常にややこしい。僕もね、オリンパス35ですか、で、フィート表示の目測カメラね、体験しましたけどね、
う頭の中でね計算しながら使うしかないですね。せっかくねこれねもうものすごいねクラシックカメラ革張りのカメラですね。これ何年製なんだろうな、1930年よりは前じゃない、戦前のカメラだと思いますけど、ぜひともねこれ試写してね作品をね送っていただきたいものですが、テッサーのね、105mm ですね、テッサーの 105mmF4.5 というレンズがついておるんですが状態悪くなさそうですよね、これぜひともね、作品を撮って、見せていただけたらと思います。はい、今日の動画はこんな感じなんです。ちょっとね、カメラの話も一応ありましたけどちょっとまあ番外編みたいな感じになりましたけど、ご協力のねおかげもありましてねなんとか動画をね、継続することができそうです。で、ズボラさん以外にもね、いろんな方からね、ノートパソコンをあげようかとか、提案がいろいろありまして、あと、スキャンスタジオ F11 さんもね、しばらくの間、スリーブを送ってくれって、スキャンしてギガファイル便で送るからみたいな提案もありまして、本当にね、ありがとうございます。なんとかね、今ノートパソコンでバリバリ時間かかってますけど、今週はね、ノートパソコンで、フィルムをスキャンしてね、動画2本分ぐらいは確保してますね。パソコンをね、作って組んでる間に、スキャンみたいな感じでね、やってたんでね、なんとか形にはなってます。はい、次の動画はそんなわけで、これかな？いや、これね。ミノルタのね、XGE でね、富士フィルム C200 で写真を撮ってきました。そのね、紹介の動画になっていくと思います。はい、今日の動画はこんな感じですね。この動画ね、私の動画、いいねとコメント、こちらでね、成り立っております。皆さんね、ぜひともね、いいねボタンをポチッと押していただけたらと思いますね。あとね、お暇な方ありましたらね、コメントの方もよろしくお願いします。で、次の動画はね、ちょっとね、繁忙期、今もうお盆になってきてるんですけどね、いつになるかわかんないんですけども、しばらくお待ちくださいませ。それでは次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。